うちの研究室でキューラシティックしていたこのハミドリガイがある日突然頭と胴体に分かれていて、でも、まあ、その死んでしまうかと思ったんですけど、見たところちゃんと動き回って餌も食べていて元気そうだったので、そのまま観察を続けていたら、ふと気づいたら心臓とか体の再生が始まっていて、心臓だったりとか体とかだったりとかが頭の端から再生してくるっていうことは、おそらくその周辺に幹細胞があると思われるんですね。でその幹細胞についていろいろ調べていったら、将来的には再生医療に応用もできるんじゃないかと